はい、どうもみなさん、こんにちは、もちゃ TV です。ということで、今回もウィニングイレブン2017アップやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、ちょっと遅れちゃったんですけど、スペイン代表ガチャでね、スペイン代表の選手かなりゲットできたんで、またね、代表縛りということで、今回はね、スペイン代表スカット。こちらでちょっとね、オンラインチャレンジかなに潜っていきたいと思います。まあ、スペイン代表で、どれだけ、ボール支配をすることができるかというのが、まあ、ちょっと今回の一個テーマになってるんですけど、まあ一応ブラジルとフランスやってきて、まあ、スペイン代表はね、どんな感じかっていったらやっぱ結構パスを、そうだね、まあ、それこそ結構つないでくるチームだと思うんで、まあどれだけね、そのウイニングイレブンの中で、まあ、多分パスつなぎやすい選手が結構揃ってると思うんで、ボール支配率っていう面でどれぐらい、ボールを支配することができるのかっていうのを重きを置いてね、オンラインやっていこうと思います、まあ、ちょうどねオンチャレも来てるんで378の方なんですけど、ちょっと4試合ぐらい取ったんですけど、ちょっとねあのなかなかそうだね、600、700台の方とは来なくて、ずっとちょっとね300台、400台の方とでも結構面白い、なんだろ う、ワントップでやっていくって、このアプリでワントップっていうと結構難しいところもあるんだけど、はね、おもちゃ TV 的にもあの PS4 版見てもらえれば分かるんですけど、ワントップ結構好きでやってたんですけど、アプリだとちょっと難しいのかなっていうのは若干感じてる、ちょっと上級者っぽい褒めだよね、ワントップっていうのはなかなか難しいんだな、もしかしたらなんか2トップとかに変えてみると、はい、もしもなんかレート上がってくる可能性はなんかありそうだなって、さあやっていきますけど、まあ、とりあえずやっぱ取られない、そのボール支配をちょっとやっぱ1個勝つのはもちろん第一なんですけど、それをメインでね、そうです、テーマとしてやってるので、まああのこれはガシャルドを使ってるんですけど、まあなんつうんだろうな、ガシャルドだとシメオネよりは結構回せるかなみたいな感じで、そうだね、人が結構入ってきてくれるんで、まあ、この辺 でイニエスタ、今回やっぱ使ってて思ったんですけど、めちゃめちゃ強いね、イニエスタ、俺らのイニエスタ3突だっけ、レベルね45までマックス上げれて今31レベルなんで、うわすごい、まだまだじゃあ伸びしろ、まだまだいくよ、相当強いなっていうのは感じ、あとアルバ、やっぱこの辺相当モテるから、シルバとか、やっぱりねポン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 割とね繋いでくんで、まああんまり無理な縦パス今入れちゃってますけど、を入れないっていうのはこの試合のコンセプトで、あ、ね、まあ、中盤を制圧する、制して勝つっていうのが狙いですね。なんでちょっと戦い方がいつもとは違うと、まあそんなにパスパスいかない、大切に大切にみたいな、こんな感じでもうバンバン回してくんで、イニエスタめっちゃ良かったね、とりあえずこのパスね、早くな、あのパスピタッっていう、ここら辺もゆっくり中盤を制してきますね、ポンポンと、そうだね、元祖スペインサッカーですね、元祖、元祖じゃない、スペインってパスサッカーだもんね、もうパスポンポンつない、最強だって時代があるからな、シャビとスペインが、イニエスタすごかったもん、これね、アドリスにがヘディング強いんで、アドリスに合わせてるんですけど、まあちょっとしょうがないね、クロスは。という感じで、こんな感じでもう中盤をどん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 ボールこねて。なるほど。これはもう完全だね、完璧に入ってますね、ここは。中盤で取りに来てもらって、そこをかわすように点を取っていくみたいな流れだね。まあね、このサッカーをできればかなり、なんつうんだろうな。上の人ともやれたら面白いよね、こういうサッカーを、まあ、そうだね、前回はやっぱ縦に急ぐような、まあでもやっぱ監督に違いがあるかな、そのシメオネだとね、なかなかそのパスをつなぐサッカーの監督じゃないから、カウンターみたいな感じで選手が動くんで、 そこまでなんかもらいに来る動きみたいなのしてもらえないんですけど、このガシャルドの場合は監督的にはポゼッション、っていう監督なんで、これはね、ちゃんと受けて、これポゼッションだっけ、確かそうだったよね、これどっちだったっけな、ただなんかね、そこは分かんなかったんだけど、これ相当でもつなぎやすい監督だよね、まあそこら辺は多分なんか微妙なズレあんのかな、あとなんかその自分的にやりやすいかやりにくいかっていうのもあると思うね、あーここ、シルバーもいいね、ここでもね、なかなかやっぱ中央が開かないんだよね、硬い、縦にはなかなか入んないと思う、ちょっと止まっちゃったりもしてるんですけど、ちょっとやっぱ昼は重いのかな、
そうだね、まあ、うん、何のあれなのかよくわかんないけど動いて、うん、あそこの多分部分もさ、相手の人止まっちゃってるからね、うん、ジョーダン・ヘンダーソンでちょっとだから電波的に、うん、まあ相性悪いってのもあんのかな、まあ、Wi-Fi でこっちはやってるからあれなんだけど、まあ、てな感じで前半 1-0、ね、どんぐらいいった、勝率がですね、あ、勝率じゃない、ボール支配率が、そう、スタ82、うん、前半で 82% でしたね、支配率かなり高く、やっぱスペイン代表つなぎやすいってことだよね、うん、イニエスタがやばい、イニエスタとシルバがやっぱいいのかな、めちゃくちゃいいね、ここもね、やっぱイニエスタとブスケツのボランチ、うん、かなりいいね、ポンポン行くから、これおい、うん、おい、おい、ここね、もう一個かわせるといいんだよな、うん、そこなかなか難しいんだけど、ここサイドバック上がらしてみたいな、一回走らせーの中、これね、この感じにイニエスタでよかったのかもしれないんだけど、まあ簡単にでもよかったのかもしれないな、あでもここで高い位置でやっぱ取れるね、ここで取ってあーと、これね、イニエスタがヘディングしてるっていうね、まあやっぱり、ね、中は相当硬くしてるね、ワントップだからね、うん、硬いんだよね基本的に、やっぱりワントップの人とやると中盤も向こうも枚数多いからさ、うん、なかなか縦パスがいい感じには入らないんですけど、これはうまくいったね、うん、やっぱりなんかヒールパスが今2本パンパンと、うん、まあ、うまくいってるんですけど、あのヒールパスがね出るとやっぱり相手逆取れるんで、かなりヒールパスはこのウィーラップにおいては有効かな、うん、結構俺たちの試合動画でスペインのやっぱスーパーサブモラタ出てきたぞ、モラタ、モラタはねすごいよね、ちょっと外すんだけどね、そうだね、ちょっと外すよ、ただでもなんか動き方としては相当すごい動きをするから、うん、びっくりするっていうのはあるよね、なんかあのスペイン代表の時やばかったからね、モラタめちゃ決めてくるみたいな、さあジョーダン・ヘンダーソン、この辺取って、うん、慌てずに一回作ると、うん、なるほどね、作ってファンマタ、ファンマタね、やっぱちょっとこねれないね、うん、シルバの方がやっぱりちょっとこねれるのかな、うん、っていうのは感じたね、すごいイニエスタもちょっと疲れてるけどね、年、うん、だからやっぱりどっちかというとイスコ、そうイスコはさ、ちょっと今回使ってない、いや、いるいる、ここここイスコ、おー、いたいたいた、これね、モラティのシュート、まあ、後半の後半からスパサブ発動してる感じはするけどね、出てきたら、あそこは入る、イスコがちょっとやっぱりそんなにさ、ウィニングイレブンだと高い評価受けてないんだよね、そこがね、そうなんだよ、だ今はもうキレッキレじゃん、キレッキレ、だからなんだろう、なんか90超えてたで、2018の数値、うん、だからイスコちょっと PSO で使ってみたいよね、イスコね、まあ強いは強いんだけど、多分さ、アプリも2018とか出るようになったら、うん、これイスコ相当強くなってるような気がするけどね、ちょっとやっぱアプリの中で低いから評価が、そうだね、うん、もっと強いから、うん、あれまたたびたびね、うん、これこの人に限らず結構、この時間帯やってたら、うん、これ結構起きてたのよ、うん、それ関係ないのかなっていうのは感じるね、なるほど、ね、昼思いたいっていうのが、うん、結構聞いたりもするんで、このキープ力ね、うん、すげえなと思ってね、シルバがね、相手の方も使ってるんですけど、やっぱちょっとスタミナがないのがね、うん、そうだね、課題かな、イスコもどうなの、イスコはスタミナあるの、イスカはスタミナはまあ、あるっちゃあるけ ど, ど、まあ、めちゃめちゃあるってほどでもない、そこまであるってほどでもないけど、これは、ね、遠いね遠かったな、これはやっちゃいけないミス、うん、ツートップがやっぱちょっと遠かったね、今のはもうちょっと近くで回さないとダメ、ちょっとこねないとね、うん、ここでこれもこのファンフラに行けば、うん、まあ、これ結果なんかオーラみたいになってるけど、うん、まあそこの微妙な調整ができないのがウイリアプリのちょっと難しいところ、そうだね、
そう、ピンそばだと必ず行くじゃん、ピタッと、うん、そこがちょっと難しいかなと思うけど。さあ、ということで、まあ、かなり回しやすかったと。75の25だね。これも最終が75の25、うん、パス成功率見てもらえばいいんですけど95だからね、うん、これは初めて出したね、数字的に。だからいつもやってるメンツよりも相当パスも成功してるし、あとはボール支配率も高かったっていうことだね、うん、地味にレートの方もね1290まで上がってきたと。まあ、レートはね、なんか結構やれば上がるような感じがするけど、でもやっぱりなんかその代表スカットみたいな、まあ、3つ、ブラジル、うん、フランス、そして3つ目のスペインだけど、それぞれやっぱ色があるね。色がある。なんかブラジルはやっぱり個人技、うん、結構個人技で、フランスの場合やっぱり中盤が特に印象的で、そう、硬かったね、中盤のフランスは。でスペインはやっぱり回しやすい、そうだ、ね、ボールが非常に、シルバー、イニエスタ、ブスケツ、イスコ、うん、ここら辺で回して最後モラタ、まあ、ペドロとか、うん、後ろもラモス、ピケと、うん、でジョルディアルバもかつ回しやすいじゃん、うん、だ今回ちょっとジエゴ・コスタがね、あのスペインって言ったらフォワードでいるんですけど、うん、まあ、ちょっとあのゲットできなかったんですけど、まあ、十分アドリスとペドロでね、そこは替えが効いたんで、うん、でまあ、後半モラタ出すと、まあ、かなりやっぱり、うん、このスペイン代表スカットも強いんじゃないかなっていうのは感じましたね。もしなんかパス回し厳しいみたいな思ってる人がいたら、イニエスタとか一回ちょっと使ってみて、うん、なんかちょっと仕様を確かめてみるっていうのは一個あるかもしれない、ね、いや全然ねいいと思うんでね、はい、まあ、ぜひやってみてください。ということでまた次回の動画見ましょう。さよなら、ボーイ。